お疲れちゃんです。ロットです。今日はですね、僕が思うチャンピオンなし最強デッキをね5つ紹介していきたいと思います。というわけで1つ目ね、はい、ペッカラムですね。まあペッカラムここ最近いるものの、やっぱねゴルナイ入りとかもあったりだとか、まあメガナインとか増えたりとかもあると思うんですけど、まあ環境全体で見るとちょっと使用率が高いですね。であとはまあチャンピオンなしでも組めるっていうのがいいとこかな。でこの雪玉の枠がゴーストとかゴルナイで使われてたり、まあそこがあるんで、まあ好みだと思うんですけど、もともとの形はこれですね。さあよろしく。というわけでペッカラムはね、なんか最近いや本当使用率がとりあえず増えてる、まあ、環境でメガナイトが増えてるのはもちろんなんですが、なんだろう、そのちょっと前とかもだからマザネク入りのペッカラムとかも増えてたり、なんかねマルチでは普通にペッカが控除多くて、なんかペッカがねちょっと強いんじゃないか説がね最近ありますね。なんかやっぱメガナイトも最近多いですけど、やっぱ陸の中で一番軽くあるじゃないですか。だからペッカいれば大抵の陸にはこうゴレにもエリジェにもロイジェにもジェイにもなんとかなるっていうのが、まあ、ペッカの言ったらこういい部分ですよね。火力がやっぱ高いんで、でペッカで補えないこういう小物系とか、ペッカが小物系きついんで、そういうのをエレキベビータルユキとかのスプレで、まあ、カバーしてるのがこのデッキですね。であとこのライトニングもいいっすね。最近の圧着にぶっ刺さるんで、ほんとペッカラムの形組んでライト打ってみたいな、結構タルユキなんで使いやすさもあると思いますね。さあこれはね気悪いです。はい、とてつもなく気悪いです。でここはねロイ防衛したいんですけど、ユキ打って、いやこれはもうねしょうがないですね。相手のトリトンがうまかったとしか言えないので、まあですがこのダメージぐらいなら勝てるのがねラムです。低めエレキとラムの遅延をかければもうロイジェ歩かせません。はい、もうこっからです。勝ちます、勝ちたいです。圧着衣にはライトかな。圧着衣トリトンゴーストか。ロイジェはちょっとね最近でも見なくなりましたね。ちょっとずつ減ってる気がする、珍しく。まあ下方されたのもでかいと思うんですけど、さあこれですね、エレキのザップ効果とラムのねこの歩かせるというか、マジこのスロー効果マジで強いんでね、まあ、これで近畿道を伝えるのはもうしょうがないですね。別に相手のロイジェンダメージを抑えれてるんで悪いわけではないです全然。さああとはもう形組んでいくか。ケツラム、じゃあケツペして、これ男の強です。でこれフルムシはさすがにおられるんで守りですよ、ちゃんと守るんですけど、ユーノのダッシュとかも使いながら許容してね、相手がなんかファイブとか使ってくれる。このエレキいらんかったかもな、どうせ相手のアチョクイ。あでもアチョクイこれエレキのスタンでやるある。さあ形組んで、しかもユーノがバグで、あこれ決まったっすね、からのユニット追加っすね。相手は防衛ファイブしてくる可能性があるんで、おい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 、来て来てください、さあというわけで、もう右側もねさっきロイとか出されてちょっと怖くなりますけど許容でね。でここもしっかりよいしょ、ペッカじゃなくてユニットでしっかり止めてあげるとなんとかなります。まあこれがね、まあ、最近のラムの強い理由というか、そのホグとかも防衛ラムとか、結局防衛で使うラムが強すぎて後半こう相手のダメージが止まらなくなるんですよね。そしたら最後のスペル削りで勝てたりとかがあるんで、まあ、粘るの大事ですねラムは。続いてボーラーバルーンですね。はい、これもまあ昔からのデッキで僕もよく使うデッキなんですけど、まあデッキパワーが高いのと多分使うの結構簡単な方だと思います。クラロワってやっぱいろんなデッキありますけど、ホグとかね、スケラとかバルーンとか何でもありますけど、バルーンデッキの中でも本当に使いやすい方だと思いますね。だから守るだけですね、守るだけですし、なんなら守んなくてもランバルしとけばタオルでするもんなんで、まあ一旦ってきます。さあでこのデッキは本当にもう守るだけですね。マジで守ってたら気づいたらユニット溜まるみたいな。このデッキはね基本的に全部スペルに強いカードばっかなんですよ。ドラドラ系もランバーボーラーもファイボーとかポイズンとか打たれてもやっぱ残るので、まあ、それが強みで、まあなんか後ろからユニット流して残ったところをもうほんとランバルポーンでフリーズかけてワンパンみたいな、まあ、そんなデッキですね。なんか一撃デッキみたいな、結構破壊力あるので、まあ、それをいつやるかっていう話なんですよね。ただ一撃で本当タワー落とせるから、それを今やるのか、まあ、シーズンでやれば、試合終了間際にやるのか、ただそれだけですね。いや、本当に基本守っとけばいいですね。なんか相手が動いてくれないのはありがたいですね。うん。形組んで本当ランバルフリーズすれば、
もうそれでワンパンできるので、マジであの大会とかでも、あの本当にプロとかのね大きな大会とかでもよく使われてるような強いデッキですね。もうデッキパワー高い、マジ大事だと思うんですよ、ゲームにおいても。僕他のゲームとかやるときもできるだけやっぱ強いやつ使いたいですもん。キャラとかもだし、武器とかも。で、強いやつ使った方が、同じ実力同士だったときに強い方を使ってる方が勝つじゃないですか、それは。そうだからね、変に弱いデッキとかよりはこういうなんかね、もの強いの使っとけばなんとかなるってやつですね。さあ、というわけで、もう基本外も形組んでランバルポン、まあ、相手がソラねえなとか思ったら、まあバルーン飛ばせばいいんですけど、まあ分かんねえからな、どうしようかな。本当にでも2倍タイム入ってからはある程度コストがあるんで、本当2倍タイム入ったら初手ランバルしてもいいレベルですね。まあおすすめってわけではないですけど、ガチだってこれ1分けて相手が何も出してこなかったらさ、ランバルフリーズしてタワー1本折って最後なんか時間稼いで勝ちみたいなこともあるわけじゃないですか。やっちゃうか。じゃあ相手が攻めてこねえからさ、あーロイかお願い。何で来る。あー、いやー、これはね、男の我慢です。で、多分ライドラだけで守りたいな。ライトニング来んのかな、わかんない。基本ね、インドラめっちゃきついっす、ロイジャイは。エレキのことがやっぱないんで。ファイボクなんか、うわー。さあ、ライトニングか。まあ、ライトで飛ばされたんすけど、まあ、許容ゲーですね。痛いけど、芝フリーズみたいになっちゃったな。でも、これで本当にマジで、ランバルしとくだけみたいな。で、相手はね、こっちを警戒してますね。で、ライトニングだったんで、まあ、ライトニング打ったサイクルの今はライドラ無双ですね。いや、めっちゃ強いよ、これ。ランバルポーン行ってもいいけどね。最低警戒してるんで。これだってもうランバルでさ、メガゴ、引っこ抜いてしまえばみたいなとこありますからね。よし、引っこ抜いて、これだってバルン一発入るわけじゃないですか。やばくないですか？これで一発入って、あともう一回守ればいいんですよ。防衛フリーズするなり、まあ何でもいいんですけど。相手はライトニング打ちたいんでしょうね。多分ライドラとかそういうのに。まあ、しっかりフリーズで、まあ、ライトでも止まないね。ランバーとか、ボーラとかで。守ってあげたらもうこっちのもんですよ、と。あとインドラかな。まあ、高めライドラも結構大事ですけどね。俺のインドラ側の、行かれてしまうと結構危ないです。あー、でもこれインドラ残るですね。おー、危ない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 。危ない危ない。ランバー当たっちゃったけど、ライドラ残ってる。いや、これ言っていいと思うな。フリーズ構えるかタルババ転がすかで悩んだけど、あー、これもう、パッキンで、よいしょ。さあ、ちょっと危なかったですけど。危なかったですけど、まあなんとかね。まあ、ライトニング持ってるとライドラがやっぱライトで飛ばされるんでっていうのを前提として動かないといけないですね、やっぱ。ライドラ出して、やばいライト打たれたやばいってなるのは、まあ、当たり前なので。っていう、まあ意識のなんか持ちようとかも大事にはなりそうですね。続いて、迫撃砲ですね。迫撃結構トップレベルなんですよ。今の環境もですし、まあ、ずっと強いんですけど、今の環境特に強いですね。で、まあこのバルキリー型でやるんですけど、バルキリーがアウトローの形もあれば、アウトローで、なんか、吹き矢とかね、ガゴムレとか、ヤリゴブとか、なんならバルキリーがムートとか、まあほんといろんな形があるんですよ。それこそ、アチャクイ入ってたり、スケキン入ってたり、いろんな形があるんですけど、まあチャンピオンなしで強いのってなったら、これか、まあバルキリーがアウトローですね。さあ、ゴチマルさんよろしく。で、マジで、迫撃はね、そのチャンピオンなしとかも関係なしに、普通にゴリゴリ強いですね。もう環境トップクラスですね。まあ、ここ最近、なんだろうな、より多いわ。いつも安定してるんですけどね。いつも安定してるんですけど、まあ、より強いよねっていう。まあ、なんか安定するんですよね。やっぱクラリにおいて大事なんですね。安定感。ほとんどのデッキに勝てるっていう。相性悪いデッキやっぱ少ないっていう。どうしてもやっぱ勝てないっていうのが、クエイクホグぐらいじゃないですか。やっぱクエイク高回転のウッド回るとかだとやっぱきついですけど、ほんとそれ以外だったら別に何でもガチ全てに勝てる可能性を持ってるっていうのがね、強いです。さあ、ゴルナイゴースト、あ、いいこれ、まあなんか陸のデッキですね。すんごい陸多いです。さあ、ワンチャンこれ走っちゃうっすね。まあシャアなしか、シャアなしの
一旦耐え、いや痛い痛いって思ったより殴るね。ゴルナイの体力3分の1ぐらいじゃなかった、思ったより入ってない。迫撃の位置、これもう一個上にしとけばよかったな。さあダメージ入ってしまったものの、まだ陸デッキと、あ三種か、三種か、久々見ました、三重子デッキ。いやー打っちゃよかったな、これダメージ与えてコストトントンだったもんな。うん、まあ言うて陸受け僕も豊富な方なので、まあほんと負け筋ゴルナイぐらいじゃない多分。うん、それがほんと基本、守っておけばなんとかなりそうな気はしてます。さあゴルナイ来た、いやマジゴルナイやばいっすよね、こいつ、こいつの圧がね、よいしょ、回復しないで、まあ、ですがゴルナイ咲いた今なら攻め迫がちょっといいんじゃないでしょうか。よいしょ、いやーこれエリポンになんか出してくる用のなんか来ると思ったんですけどね。さあコウモリで耐えれそう、はい、ダメージ一旦逆転したので、まあこっからはもう防衛ですね。問題ゴルナイがやばいんですよね、そうゴルナイがやばいんですよね。さあしっかりね耐えて、オーケー。さあ困った時はしっかり防衛反撃してね、なんか攻めてダメージ与えます。そしたらやっぱりエリアドはやっぱね多少取られると思うんですよ。そしたら防衛迫撃でちょっと不利なアドを回収していくっていうのが理想かな。よし、おお一旦持ってくるタイプですね、丁寧です。さあやべ、ディガーシャシャったかな、もう1。いやでもいいよ。ああ待って、すべてが入ってる。熱い。すべてが入ってる。で、縦線で受けましょう。コウモリ受けましょう。ギアでヒースピー。やばい、あの、ゴルネやめて。やばいこれ。ああ、すべてが。マジで。お前のせいですべてが変わる。やばいんだよな、マジ。ゴルナイの世界線。おい、いや男の許容、あぶねえ、本当に笑えねえからゴルナイガチでレベチなんですよね。さあマジでなんとか頑張って吹きや、いやよく頑張った吹きや。もう三種はねやっぱダメージ、あの稼げるところが少ないから、稼げるところっていうか入るのがやっぱ限られるんで、しっかりちょっと耐えたいな。耐えてしまえばこっちのもんでしょう。イモってしまえば相手の攻めは通んない。でヒースピーない時のこの低めコウモリ無双ですね。見えない、危ない、20秒、いや20秒耐えるのしんど、待ってよ、ダメージ俺負けてるかも。いやさすがに危ねえ勝ってるよねいや怖い、まあなんかもっとコウモリ生かしたりできるとねよかったかもしれないですけど、いやゴルナイ怖いですね本当に。なんかアウトローだとやっぱゴルナイ事故がやっぱ怖いので、まあそういう対策でもバルキリーの方が個人的にはおすすめですね。さあ続いてね、アウプリ枯渇ですね。まあほんとこれはね現環境優秀ですね。なんかアウトローも縦線も強化されて吹き矢かで、ちょっと前に縦線強化されたんでね。で、そこそこも使用率もあって、まあなんかとりあえず環境デッキの一つというわけでやっていきます。やべ、ロケが乾燥しね、これいけるかな？ワイルドカード。頼む。OK。さあよろしく。いやー、開幕バレルとか、あんまなんか、キング起動嫌なんで、まあ言うてこの位置もキング起動されるんですけどね。もう一個、おー、ワンチャンミラーですね。アウトローで受けていきます。まあゴルナイとかっすよね、やっぱアウプリ枯渇がきついのも。なんか
陸はやっぱこうそこそこに豊富じゃないですか。プリンス達戦もアウトローもあって。よいしょ。あー、アウプリプリ。プリプリ JPP 的な。カトゥーン。いや、盾を剥がしていく。いや、やってくれると熱い。あー、熱いな、これ。しかも、ファイボザップなんで、ジャイプリって普通。やらめがなかったら、縦線無双ですね。OK。で、ダックプリないでしょ。エレキメガゴディガーか、今。いやー、行っても行きしたけどな。行っても行きしたけど、一旦縦線になんかで対応してくるんで。はいはいはい。ディガーと。まあ、吹き矢でね、受けながら。ジャイプリか。ジャイプリにはちょっと勝ちたい気もする。プリンセスはあんま活躍しないですけど。うん。で、アウトローにファイボって感じかな。まあ、ですが、縦線がやっぱ、相手からしたら激渋だと思います。あー、そのメガグヤっすね。ちょっとバレル警戒してるじゃないですか。まあ、バレル飛ばすだけ得っちゃ得だと思うんですけどね。うん。これウッドでちょっと逆サイってほしいな。うい。ああ、だめ、エレキで竹ちょっと変わったんですね。さあ、バレル。これめっちゃ今、アド取ってます。僕、見てる方、いや、ラット全然バレル投げんやんってなってると思うんですけど、今はね、エリアドを取ってる最中なんですよ。マジで。こいつ何言ってんのってなるかもしれないんですけど、エリアドを貯めてるとこですね。よいしょ。後ろプリンとか吹き矢でね。やべ、今コストちょっと漏れたな。あー、でディガーで処理か。やっぱスペルだけだと相手も足りないんでね。いやー、怖いよー。どうしようかな。なんか結構暇になるな。さあ、自分からプリンスを割くのはちょっと悪手でしたね。まあ、これ別に5打たれてもいいですね。吹き矢残します。これ両方が当たるの嫌だな。さあ当たんない。で、ここに絶対来る。いやー、拾いたかったっすね。まあ、でもこれ絶対通んないっすよね。相手の方が俺の。ん？相手の攻め。で、これもう5とかさ、使った後にこういうのしてあげたら。いやー、泣きたいな、これ。ザップからの。あー、うまいっすね。いや、うまいんですよ。受けが。さあ。耐えましょう。まあ、ここ飛ばすとちょっと危ないです。まあ、でもさすがにこれはね、ちょっとどころか普通に相性はいい方だと思うんだよな。で、カウンターつけて。いやー、これダックピータイミングよく走ると危ない。あ、危ない、よかった。さあ、プリンが残ってる。で、吹き矢に対して相手は、まあ、ディガーとか当てたくなるんですよね。相手もでも攻めねえといけねえっていうプレッシャーで攻めてきたっすね。でもこうなると、もうこれも全部カウンターでユニットが残ってってやつなんですよね、やっぱ。で、このトロはね、結局ファイボーで行かれるんだよね。ああ、待って、そのプリン行かれるのよくねえわ。さあ、バレル飛ばして。ウッドでダメージ稼ぎながら。まあ、さすがにもう2100側だと思うんだけど。縦線が強いな、やっぱ火力高いっすよね。これやばいっすよね。これマジで。強すぎん？で、プリンもやっぱ相手からしたらきつくて。やべえ、このプリンの位置が俺下手なのかな？さっきからメガゴで行かれるんだよな。いや、これマジでもったいないっすね。うん。で、最悪困ったら防衛ロケもあります。よいしょ。カトゥーン。いや、強っ。くしゃみが、申し訳ねえ。くさっさっさ。いや、まあ、鉄壁ですね。ただただ鉄壁だった。で、ロケ圏内っすね、あれ。オーケー。まあ、なんかちょっと、アウプリ、ぎこちなさが出てたかもしれないんですけど、まあ、基本的にね、今みたいに相性良ければ絶対どっか生きてきますし、プリンセス咲いたターンでも縦線の火力が高いんでね、縦線で守れるっていうのは強いっすね。というわけでラスト遅延スキルがっすね。これはもう言うことなしですね。ナイトはバルキリでもいいです。
墓石はね、ワンチャンゴボリとかでもいいんちゃいいんですけど、もう墓石が強いっすね。安定すると思うんで、全然これでいいっすね。まあ、ナイトかバルキリーでもいいと思います。さあ、ミクシーさん、よろしくお願いいたします。で、まあ、遅延スケラも、基本的にはもう防衛デッキですね。だから本当に上手い人は、スケラが1回とか2回しか打たずに勝つこともあります。まあ、相手によっては、めちゃくちゃスケラ打った方がいい相手もいるんですよ。例えば、防衛ポイズンしてくる相手ですね。やっぱポイズン防衛で使われるとスケラって入らないじゃないですか。でもなんかこう、ね、ミリこうスケルトが殴ったりとかがあると思うんですけど、そのダメージをいかに稼げるかっていうので、もうとりあえず単体スケラ打ちまくるとかも、まあ、相手によっては大事になってくるですね。さあで今回はゴレダクネですね。まあ、ゴレダクネはもうなんか、棒ポイして、あとは範囲でなんとかなると思うんですよ。よいしょ。いやー強い。で、これ墓石がまたいいんですよね。ゴリに対しては異常に。さあ、で、よいしょー、カウンタータルババ転がしてね、ダメージ稼ぎたいなんて。うん、まあ、日本的にほんと守っとけばいいと思いますね。で、あとゴリとかも意外とスケラ系がやっぱきついので、なんだろう、もう最終的にスケラプラスポイズン打てればダメージ入るんですよ。でも今そういうのとかやってしまうと、もう守れなくなっちゃうと思うんで、今は無理しなくてもいいと思うんだけどな。打ちたくなるんですよね。いや、マジで打ちてえな。打ってもいい気もしましたけど。まあ、ナイト、ベビー、ポイズン、サイクル取り直せれば、相手の明確のサイクルもちょっと今、ずれてるのはでかいっすね。うん。さあ、めっちゃ低めのね、ダクネですね。まあ、ランバー来たら、棒ポイ貼るか。貼っちゃおう。これゴレキング起動したいな。贅沢。よいしょ。あれ？ちょっと待って。これ、キング起動できねえかな。ああ、あれだな。なんか、多分中途半端だったんですよね。まあいいや。いや、マジで、いつでも多分ナイトスケラ行けば、相手スケラ受けきつくて、結構詰むレベルだと思うんですよ。いやけど、マジで、いやー、打ちたいじゃん。打っちゃおう。いや、どうしようかな、思って今。もう一回守ろうかなと思ったんですよ。悩んだんですけど。なんかまあ、打ちどっかなっていう。ね。ここでだってさ、やっぱ墓石の強みとして。いや、墓石やば？ゴレ溶かすんですよ、だって。このスケルトンたちで。ありがたいっすね。さあ、で、墓石もあるので、はい。しっかりね、スペルとかでワンチャン巻き込まれないように、散らしてね。あ、これ結構入っちゃうな、しかもなんだろう。まあいいや、スケル打っちゃおう。メガゴ来たら下げます。で、ベビドラ残してあげると、このベビがね、ターゲットタワーの弾に取ってくれると、スケラもぶっ刺さるし、ベビも入ると。よいしょ。今のがインドラとかでも同じですね。その遅延スケラって、やっぱインドラとかきついんですけど、まあなんかあの、絶対当ててくるので、それはもう後ろに下げてあげると、タゲがスケラに行ってね、インドラ無双も、インドラ無双じゃねえよ、ビビドラ無双できたりもします。さすがにこれは、耐えれんしょ。さあ、ポイズン圏内で、あーい、裏スケ、さあ、ナイスグッドゲームと。いうわけで、まあ相手がライトニングだったらライトニングだったら墓石が行きますし、まあアイウィズとかベビドラもね、ライト打たれると思うんですけど、マジ2周目回してください。墓石の強みはやっぱ回転範囲のもありますね。はい。というわけで今日はね、チャンピオン入ってないおすすめデッキ5つ紹介したんですけど、まあ、どれかね、参考になればいいかなと思います。まあ、他にもね、こう、新鋭対ロルフとか、まあ、強いデッキあるんですけど、今の環境でってなった時に、まあ、そんなかなと思って、その辺をね、外しました。はい。ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。